注文殺到で総動員の銅像屋さん。今銅像作りは静かなブームを呼んでいます。町の鋳物屋さんも不況を吹き飛ばしてくれるこのブームに暑さを忘れて一生懸命です。そもそも銅像とは広く人のために勲あり功を成した人を称えることで作られるもの。かくして銅像にはその時代時代の理想が織り込まれ、人々の心を深く捉えてきました。しかし日本の銅像で目立つものは、政府に反旗を翻して死んだいわば反主流派の西郷さんくらいのもの。日本人には理想とされるような素晴らしい人はいないのでしょうか。そう、戦争中は随分たくさんありました。しかし平和を願う心からは程遠いものばかり。虚しく台座だけが残されています。そして時の流れは銅像の在り方をも変えていきました。ここ岐阜県関ヶ原の古戦場には、今は昔の英雄たちが観光の道具となって登場。こちらは政治家大野万木殿。あれはわしが作った新幹線羽島駅だと、これは誇らしげな政治像です。あるハム会社の表玄関、商売繁盛の元となる豚に感謝しよう。全社員が毎朝鼻面を撫でてご出勤です。不穏な国際情勢、いつ原爆が落ちるかわからないと、東京のある風呂屋さんは自分の銅像を作りました。銅像の下にはちゃっかり防空壕まで掘りました。備えあれば憂いなしとはいうものの、防空壕まではどうでしょうか。この晴れ姿、軍国主義復活などという大それた魂胆はありません。ここでも自分の存在をちょっぴり主張してみたいというささやかな願いだけ。昨今の銅像ブームにも、国民に共通した理想をつかめない日本の現実がうかがえるようです。